DIP のオーディオ増強計画ですけど、走ってる時にビンビン来るかどうかっていうのがやっぱり重要じゃないですか。ドリシャである以上、全開でドリフトしながら音楽がどのぐらい快適に聞こえるかっていうのを試してみようと思います。このスピーカーオーディオシステムがどのぐらい走りとともに聞こえるかというのを実験するためにですね、窓を開けた状態と窓を閉めた状態やってみました。結論から言うと、窓を閉めて本当にドリフトしているような場合、スピーカーの音がですね、聞こえすぎて低音がズンズン来すぎて音が良すぎて、アクセルワークがおかしくなるぐらいでした。自分がね、アクセル踏んで反応してるのが分かりにくくなっちゃうかもしれないね。そのぐらい聞こえるということです。で、窓開けてる場合でも、それは閉めた場合には場合よりは聞こえないけど、これが高速道路を、まあ、例えば100キロとかね、普通のスピードで、サーキットまで行く途中とか全然聞こえます。つまり本企画ではドリシャのオーディオ作りは成功ということになりました。